コミックシーンお兄ちゃん告白の仕方漫画で学ぼうとしてる。わかる、君への愛は最大級です。ん、何が最大級？シーモアの作品数です。それな、作品数業界最大級コミックシーモア。コミックシーモア、最高に幸せにしてやる。告白のセリフ、シーモアの試し読みで学んでる。最高に幸せにしてやる。元気が出るセリフ探そっか。うん、試し読みで。お兄ちゃん、試し読みが超充実。コミックシーモア。左手でスマホ持って。では、スタートします。はい、OK。はい、OK。チェックは。OK。伝わってるよ。チェック。いいぞ。いいぞ。元気が出るセリフとか。ああ、そうそう。動きもよくはいいですね。OK だ。じゃあ、OK。はい。お時間ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。中条さんとはコミックシーモアさんの CM で長くご一緒してますし、リモさんとは前回同様一緒に楽しく撮影することができましたよね。はい、楽しかったです。最初の撮影でこうシリーズ化されるといいねっていう話をしたので、これぐらい長くいろんなストーリーを撮れて楽しいなって思いました。2度目なんですが、とても楽しく、前よりはお二人とも話せるようになったので楽しく撮影を参加させていただきました。ありがとうございます。そうですね、なんかいつもここでの絡みが多かったんですけど、今回は柄本さんとずっと一緒にいることが多くて、なんかずっと男性が言われたらグッとくるセリフは何ですかっていう全然関係のない質問をしたりとかして、ちょっとこっちで撮影してる間はいろんな話をさせていただきました。いや、本当に皆さんと息の合ったぴったりしたシーンを撮影することができて本当に心から嬉しく思います。はい、3人で僕を慰めてくれるシーンとかすごく温かくなる気持ちがありました、ね。はい、こういうちょっとこうクスッと笑えるようなシーンは本気でやることが大事なので本気で告白しました。はい、あります？最大級の告白。いっぱいありすぎて何を選んだらいいかちょっと迷ってますね今。迷ってますか？結構あるな。どうですか、ありますか？本当に今一番最近熱があるのは麻雀にハマってます、ぐらいですかね。いや本当にここ最近です。はい、1年半ぐらい前とかに始めてとかですか。はい、ちょっとどっぷりです、はい、にハマってます。はい、告白になるかわからないんですけど、お寿司を食べるのは好きだけど
青魚が食べれないです。何でも相談できる親友が一人いまして、その方に失敗とかして心が落ちた時は、相談します。そしてアドバイスをもらいます。そして自分をこう盛り上げて、また次の日仕事に行くというか、はい、いいことだ。あとはもう自分を信じることですかね。いや、ポジティブじゃなくてもいいですけど、自分を信じることだと思います。そうですね。でも私もまあこう友達と話して話を聞いてもらったりとか、一緒にドライブ行ったりとか、お買い物したりとか、なんか、あとそれでもスッキリしない時は、もう本当にへこんだ時はもうすごい泣いて出し切って次の日切り替えたりとかはあります。デトックスみたいな感じ。あ、はい、泣いてデトックスですか。なんかもう出し切ったらスッキリするんで。誰にも何も言わない、永遠と黙ってますかね。です、僕は。はい。永遠と黙るんですか。永遠とね、思ったことはほとんど言ったことない。そしたら どうなるんですか。あのね、ずっと消化されるんですか。だんだんずっといつか消化されるだろうを待ってる状態今。あ、じゃあ今も待ってるんですか。今も多分ね、いくつか待ってるような気がする。心配です。心配です。確かにだよね。心配です。なんか壮麗な感じ。多分なんかそれでいつかなんか忘れるまで待つタイプです僕は。はい、それぞれ違いますね。それこそ漫画原作の、あのものを実写でやらせていただいたこともあるので、そういう時は漫画をすごい何回もそのキャラクターを読み込んで、そのキャラクターになりきることをすごく意識しながら読んだりとかはしてました。一回だけやったことありますけど、でも同じです。ずっと読みましたね、うん、はい。監獄学園っていう漫画なんですけど。見てました。見てた。どうだった。僕は好きでした。最高でしたけどね。あれは本当にあの読み込んだというか、よくわかんないけど、合ってるかわかんないけど、なんかまあそういう漫画をやらせていただいたときに、はい、楽しんでやらさせていただいて読んで、はい、ました、はい。僕はまあ漫画を読んで、もちろん原作があったら漫画を読んで、それが普通のこう日常生活で生きている人間が演じたらどうなるかっていうことは常に考えてますね。やっぱ全部そのままそっくりやってしまうと、まあ、リアルじゃなくなっちゃう。僕らが出演するコミックシーモアの新 CM が完成いたしました。竹内さんのかっこよくてキュンキュンする告白のシーンや、それをバレないように遠目で見守る僕と中条さんのコミカルなやり取りに注目です。はい、ぜひ皆さんご覧ください。